こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、私の Wikipedia 探訪、現在は人という記事を読んでいます。その中でも、今回は修正の中でも社会生活について読んでいきたいと思います。はい。一般には、 集団を作って生活している。まあ、一匹狼みたいな人もいますけど、なんかね、あの自作自能みたいな人もいますけど。はい。オス、メス、生態と子供からなる集団、いわゆる家族を構成単位とし、それが集まった集団を構成するのが基本だが、必ずしもこの形になるとは限らない。集団、 つまり社会の構造にも様々なものがある。基本的にホモ・サピエンスの社会では成熟したオスが成熟したメス、非成熟個体、いわゆる子供に対して優越し、場合によってはそれらの個体への干渉権や支配権を持つことがある。例えば低種関白など。 とりわけ公的な決定の立場では成熟したオスの優位は非常に強くかつ明白である。逆に家庭内など非公的な場では成熟したオスの権威の優越性は弱まり不明瞭となるか時にメス優位の事例も出てくる。非成熟個体やメスに対しては 列位の代償として成熟したオス個体からの恩恵的な「非語」が一定程度与えられる。家系の継承理念については父系と母系、僧系の3種類があるがホモ・サピエンスのさまざまな社会における家系理念を見ると父系、父系。 が一番多く、一番多く、母系や総系はやや少ない。ただし、母系継承の社会であれ、あ父系継承の社会であれ、母系継承の社会であれ、もう一方の血統系統で、自分の血縁のある個体に対しては、禁縁個体としての情を抱くのが通常であり。実際は、 すべての社会においてホモ・サピエンスは「尊敬的な親族意識を持つ」と言える。はい、はいいホモ・サピエンスは自分と遺伝的につながりの強い個体や遺伝的な利益を共有する配偶者に対してそのようなつながりのない個体よりも条件が同等の時はより強い配慮を示す傾向がある。 最もっとも、これは、人のみならず、群れを持つ哺乳類では珍しくない性質である。そうですね。はい。いや日本以外でも結構不敬なんですね。まあまあ、ヨーロッパとか不敬ですけど、まあ、あ、そっか。母系ってあんまり聞かないですね。確かにね。まあ、他の動物もね、オス系が多いですもんね。はい。読んでみました。まあ、 知ってたことを確認できたという感じですかね。私としては。はい。そうですね。はい。では、次回は情報伝達を見てみたいと思います。それでは、この配信は以上となります。また、次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。